フォルネーロス・デ・モンテスは、スペイン・ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカデ・ビーゴに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は2002人。住民故障は、男女同系のフォーナレンス。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は96.05%。フォルネーロス・デ・モンテスは、ポンテベドラ県の中部に位置し、コマルカデ・ビーゴに属する。 北は、ポンテカルデーラス、アラマと、東は、アビオン、コベーロと、南は、モンダリスト、西は、パソスデボルベン、ソードマイオールの、各自治体と隣接、自治体の中心地区は、ホルネーロスデモンテス教区のアイグレーシャ地区。ホルネーロスデモンテスは、レドンデーラ司法管轄区に属す。出展、稲1900年から1991年、1996年。 住民は7の教区の24の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア社会党のエミリアーノ・ラヘ、ロドリゲス、自治体評議員は、ガリシア社会、5、ガリシア国民党、3、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。ホルネーロス・デ・モンテスは7の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。